こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日は久々の濃いメイクをやっていこうかなって思ってるんですけど、こちらじゃん、ニクスさんのオフトロピックシャドウパレット2番というものなんですけど、とってもとっても可愛い夏にぴったりそうなあのカラフルパレットを使って、こちらであのメイクをしていきたいと思います。あのディセンダントってわかりますかね。あのディセンダントっていうなんかディズニー系 の、 あの悪役の子たちが出てる映画なんですけど、すごいすごいあの好きで、そんな感じのメイクをしていけたらなと思っております。はい、ではお願いします。ですね、まずはベースから作っていくんですけど、こちらを使います。ニクスのアウェイウィーグロウストロピングクリーム A を使います。結構これはツヤが出るもので、全体的に塗っていきます。ちょっとねパール感とかが入ってて、すごい綺麗なツヤが出ます。上からファンデーションを重ねていきます。ミネラル UV ベールを使います。で、ベースはこちらで完成です。カラコンを使います。エンジェルカラーのバージンクォーターを使います。懐かしいブルーカラコンになります。こんな感じでカラコン入れるだけでブルーの瞳になった、アビットゼリージェルイルミネーター ABJGIO1 を使います。こんな感じでクリームっぽい感じなんですよ。なんかちょっとハイライトっぽい感じなんですけど、これをちょっとハイライトみたいに使っていくんで、ツヤを出します。で、ツヤを出していきます。このニクスさん の、 あのこのブラシ、フェイスだったりあとはボディにも使えるそうなので、ちょっと軽くここなじませちゃおうと思ってデコルテだったりとかにあのつけたりとかしても綺麗に仕上がるそうなので、ね、こういうところかな。でもちょっとよ、まあ、軽めにしときます。ボーントゥーグロー・イルミネイティングパウダーというものを使うんですけど、ツヤ感がとっても綺麗なお粉みたいな感じなんですけど、本当ラメが入っていてブラウンオレンジ系の、チークなんですけど、これをちょっと軽く手に取って塗ります。では発色が良い。そしたらこちらですね、ニクスのオフトロピックシャドウパレット2番を使います。で、ちょっと悪者系がいいなとかって思うんですけど、でもオレンジが使いたいな。とてもオレンジ可愛いっぽそうだけど、やっぱり紫を使います。今日はまずはですね、ちょっとアイホール全体にこれを塗ります。かなりへこみの部分、こうへこんでる部分があると思うんですけど、アイホールと言われてる部分ですね、ここに手でガッシーガツガツ塗っちゃいます。そしたらですね、ちょっとブラウンっぽい色なんですけど、際にまずのせていきます。で、二重幅ぐらいまで広げていきます。軽くなんですけど、その余ったものでさっきこのアイホールに入れたベージュ系をのこの上を縁取る感じでブラウンをのせます。そうするとこんな感じで影ができます。はい、これだけでも結構ね、メデカ効果が出てますね。そしたらこちらの一番濃いブラウンを目の際に塗っていきます。下のね、この涙袋の際の部分にも濃いブラウンを入れます。こんな感じでね、囲みアイ風にしていきます。この紫を手でのせていくんですけど、これをですね、ちょっと黒目の上にチョンとちょっとぼかしてぼかしてぼかして、さっきのと色を混ぜる感じですね。ちょっとまた濃いブラウンを際にのせていきます。こちらのゴールドを涙袋に入れます。
したらアイライナーを使っていきます。こちらを使います。 LB のリキッドアイライナー002番ブラウンブラックを使います。こんな感じでアイライナーを入れていきました。ビューラーをしていきます。こちらのファシオのパワフルカールマスカラロングを使います。でちょっとマスカラを塗っていったら、こちらの先ほどのこの部分もう一度このピンクの上に重ねます。縦にこう入れます。こんな感じでぼかしていきました。こちら、マックの20番アイラッシュを使います。こんな感じでですね、ハーフアイラッシュって感じなんですけど、まあ、真ん中寄りの目尻の方につけます。アイラッシュをつけていきました。そしたらちょっとこのかろうじて二重になる部分があると思うんですけど、この部分に先ほどの二重幅に入れた部分、レンガ色っぽいやつを入れていきます。したら二重にしていきます。使うのはガールズメーカーのオリプチを使います。はい、では二重にしていきました。そしたら下マスカラをしていきます。そしたらまたこちらのパレット、今日はフル活用なんですけど、このブラウンを目の際にまた重ねていきます。アイムミミのベースコンシーラー CO1 番ブライトニングアイボリーというものでコンシーラーをしていきます。ちょっとコンシーラー消したい部分塗ってぼかす、周りをぼかす、こちらを使います。ロレアルパリのブローアーティストデザイナープロ2番を使います。ペンシルの方で眉尻を描きます。こんな感じでちょっと眉頭をしっかりと描きます。こんな感じですね。そしたらこちらのパウダーの部分で、のぞみ左で描いてる私ちょっとね、なんかねこの辺をキリッとさせるのがポイントです。インテグレートニュアンスアイブロウマスカラブラウン671番を使います。よし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 よで、眉マスカラを塗っていきました。そしたらノーズシャドウはこちらを使います。マキアージュを使います。1を描くように塗っていくのが今日のポイントです。はい、ではこちら、先ほどはブラックブラウンを使ったんですけど、こちらのブラックを使います。ここは勝負どころって感じなんですけど、もう一回わかるかな、今のこんなはみ出したんですよ。久しぶりにこんなにアイライナー引いた気がする。アイライナーを引けたらこちら、ロレアルパリのカラリッシュルスティロスモーキー B4 番を使います。ちょっとピンクっぽいんですけど、これを下マスカラの際に塗ります。でぼかします。でそしたらまたここのこの部分を何回アイシャドウ重ねるんだって思うかもしれないですけど、先ほどのここの部分に塗りで、この紫ちゃんを目尻側に塗っていきます。で先ほどハイライト代わりに使ったものなんですけど、目頭の部分に塗ります。でこちらの、サナエクセルリアルクローズシャドウ CS1 番をのこの白の部分ですね、目頭に塗ります。
こんな感じで白を入れていきました。はい。どうぞだって。あ、どうもありがとうございますね。すいませんね、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。はい。でですね、ちょっと固めを仕上げるのはちょっと時間がかかると思ったので、もう先に仕上げちゃいました。という感じで最後にこちら、MAC のブランドイリュージョンリキッドリップカラーバーリーガールを使います。グロスなんですけどこちらは。こんな感じで、すごいスースーする感じのグロスでございます。はい、ではメイクの完成です。はい、今回はですね、あれなんか登ってきたぞ。わあ、喉かいてて。はい、こんな感じでですね、すごいなんか久しぶりに濃いメイクをしてみました。でもなんかすごい綺麗な感じの、なんだろう、アイシャドウ、やっぱりニクスさんはですね本当最強だなと思いました。なんかこうアイシャドウの感じとかもすごい可愛いですし。はい、では今日はディセンダントを見ていたので悪者みたいな感じのメイクをしたいなと思ったのでメイクをしていきました。では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。